はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の複利計算についてお送りします。で、前回でね、等比数列終わりまして、で、次からね、ほんとシグマが始まるんですけど、まあ、その前に1個複利計算をね、やっていこうと思います。で、複利計算の問題2問です。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、複利計算についてなんですが、まあ、大体こう、等比数列のね、後ろにくっついてくるんですけど、まあ、学校でね、取り上げない時もあるらしいんですが、まあ、一応教科書ね、参考にしてるやつが載ってたんでやってみます。で、ここはですね、苦手な子がすごく多いとこでもあるんですけど、まずちょっと1番読みますね。毎年初めに、X 円ずつ積み立てる。まあ、貯金するイメージで積み立てるね。で、5年間で10万円にしたいんです。で、その時に何円ずつ貯金すればいいか求めようと。で、これ普通に考えると、いや、だったら2万円いきゃいいんじゃないですかみたいな。だって5年間で10万だから、2×5 で10じゃんみたいな。でもそうじゃなくって、ただし、年利率 2% で1年ごとに複利がついて、1.02 の5乗がこれを使って計算する。で、円未満は切り上げることと。はい。これはですね、積み立てるときに、例えば、あるお金を入れるじゃないですか。で、入れたら、1年ごとに複利がつくので、1年経ったら、このお金、2%、このお金のね、このお金の 2% プラスされるんです。勝手に入ってくるの、お金が。だから、もし、100万円貯金してたら、2% なんで2万円足されるのかってね。これが複利。まあ、複利計算ね。複利を含めた。だから単純に増えていくんで、2万もやんなくてもいい。あ、ごめん、いいんだね。2万ずつやらなくても。っていう風な計算をしなきゃいけないと。で、まずそれをイメージしてください。1年ごとに 2% ずつ足されていくんだって。だからさっきの100万円を例えにすると、100万あるじゃないですか。1年経ったら102万なんです。で、これ、あ、じゃあ2万ずつ増えるのかなって思うんですけど、そうじゃなくって、次は、102万円の 2% 増えていくの。だからまたちょっと増える量がね。っていう感じ。これが複利ね。で、それを含めて考えていくんですが、ここの複利計算ね、実は公式があるんですよ。そう、ある。けれど、かなりね、厄介な公式というか、覚えにくいので、まあ、それをね、きっと、この複利計算を学校とか、まあ、問題集でやってくれてる子なんかは、載ってるから公式が。それで解いてもらってももちろん構わないんですけど、一応今回は、あ、そういう仕組みがあって、そう考えるから、そういう計算をするんだねっていうところを紹介します。ちょっと長くなるかもしれないですけどね。で、実際にやっていきます。で、1番の問題は、X 円ずつ毎年積み立てます。でね、大事なことは、ちょっと上すぎた。最初に X 円入れるじゃないですか。で、ちょっとちっちゃくいきますね。入れると。で、それが1年経つと 2% 増えます。で、2% っていうのは、まあ、これ多分教科書とか載ってるやつだとね、1プラス 2% って 0.02 なんで、まあ、1.02 になると。つまり 102% になるってことだから、2% 増えるっていうのはね。で、102% っていうのは 1.02 です。1が 100% のことだから。で、これが 2% のことなんで、1.02 をかけたものになります。X 円に。だから、1年経てば、このお金は 1.02X に変わってます。ちょっと増えてる。お得だね。で、この時、地味に大事なことがですね、1年経ったんで、毎年初めに X 円積み立てるから、年の初めにまた X 円入れるんです。貯金を。こうやって。で、最初に入れた X 円、2年目になります。さっきも言ったように、これに 2%、102% ですね、足される感じ、まあ、かける感じか、になるから、また 1.02 をかけるんです、こいつに。1.02 をかけ続けるからね、ずっと。だから、ここは 1.02 の2乗 X になります。で、2年目に入れた X 円も 1.02、こうかけていくから 1.02X になると。で、3年目を迎えると。こうやってね。だんだん想像つくと思いますけど、で、3年目になった時にまた X 円入れてるから、年始めに。だから、こう考えていくと、
ちょっと駆け足でいくよ。3乗 X だと。で、ちょっとここちょっと省略しようか。省略して、で、これが4年目になると。で、1.02 の4乗 X。で、5年目。ね、5年だからね。5年間経って5年目には、これが 1.02 の5乗 X に変わってます。で、2年目にいた X は2乗3乗だから、最後は、4乗になってる。で、3年目に入れたやつは3乗になってるし、こっち。ここで入れたのは2乗。で、最後、ここで入れたのは、1乗。一応書いておこうか。ちょ、これ後で消しちゃうからね。これ足りなくなっちゃうんで。2乗 X と。こういう変化をしていきます。毎年ね。1年目に入れたのは、こうやって5乗するからね、増えていくし、って2年目に入れたやつ、3年目に入れたやつ、4年目、5年、最後に入れたやつと。ふうになっていく。いいかな？で、やっていくと、結局、5年間で10万円になるっていうのは、毎年積み立ててきたので、ここのお金を足したものが、結局手元に残、まあ積み立てたものだね。手元に残ったっていうか、その積み立てたものは、ここの合計なのね。で、これよく見ると、諸行がこいつって考えるとね、諸行 1.02x で考えたら、全部 1.02 かけ続けてるんだよね。こうやって。つまり、公費 R が 1.02 って考えることができます。諸行は 1.02x。公費が 1.02。公数が 1,2,3,4,5。まあ5年間だからね。公数5の和になるんです、これで。いいかなっていう風になります。だからちょっとこれ消してしまいますけど、っていうのを、まあ、こんなにね、詳しく書かなくて全然構わないんですが、よいしょ。ちょっとお待ちを。なので、もう一回ね、今、諸行と公費と、公数をね、書き出すと、諸行が 1.02x です。で、公費が 1.02 です。で、公数は5です。これの等比数列の和の公式を使って求めていきます。そうすると、SN。で、公比が 1.02、1より大きいので、R-1 の方を使っていきましょう。そうすると、1.02-1、R 低いしね。分の諸行が 1.02x。で、中括弧した方がいいかな。中括弧で R の N 乗。だから、1.02 の5乗を引く1と。こうなります。これが和なの。さっきの右側のところのね、和になると。で、それが10万になればいいんだから、イコール、10万を。あとはこれを計算します。で、うわっていう感じがすると思うんですけど、実はこれそんなにうわではなくって、一応シンプルにやっていこうかな。まず、ここ分母。1、まあ、1.02-1 なんで、結局、0.02 になります。引き算するとね。で、ここはそのまま書こうか。1.02x かける、ここね、1.02 の5乗。ね。与えてくれてるんです、ちゃんと。1.1 でいいよって。だから、1.1-1 すると、0.1 になります。で、10万。で、これはやり方いろいろあるかもしれないんですが、自分はこう、約分をしていっちゃうかな、結局。こことここ、約分すると、1と5か。1と5。ってなるので、ここ 1.02×5 をすると、5.1x イコール10万になります。入るかな、まだ。大丈夫だね。で、両辺 5.1 で割ると、ちょっとこれ見ちゃっていいですか？19,607.8 で続くのかな？っていう感じでね、OK です。で、結局今回は円未満は切り上げです。これは四捨五入ではなくて、円、ここのね、小数点より右側は全部切り上げろって言われてるんで、切り上げてここが8に変わります。だから、結局、
19,608円、これを積み立てれば5年間で10万になるよって、年利率 2% ずつ足される場合はねっていう計算になります。まあここが本当は公式があるんでね、そういうのがあるんですけど、まあなんでそうなるかっていう仕組みを分かってる方が忘れにくいかなとは思うので、ちょっとね詳しく説明させてもらいました。でやばいね、10分超えてるね、急ごうか。で2番です。今度は年利が 5% です。さっき 2% でしたけどね。で 5% ずつ増えると。で1年ごとの複利、さっきと同じで1年間で 5% 増える。で毎年の、毎年度の初め、年の初めに今度は20万ずつ積み立てる、決まってます20万って。その時元利の合計が7年度末、つまり7年間経ったら全部でいくらになりますかって聞かれてます。今度はいいかな。で 1.05 の7乗が、まあ、これ使って1万円未満は切り捨てることとなります。でこれもさっきの図を書いてももちろん構わないんですが、もうこれはですねこっちで説明をしたので、まあそれを使って簡単に、まあ同じ方でねやる方法でいきます。初稿、公費で工数、これが分かればいいんだよね結局ね。でまず工数は7年度末、まあ7年間っていう話をしてるから7になります。これは必ず上は5年間なんで5になりますけど、で初稿なんだけど、初稿は 5% 足すので今度は1プラス 0.05 をかけ続ける、つまり 1.05 だね。でさっき X だったところ 1.05 をかける 1.05 の2乗3乗って変わってったじゃないですか。でその 1.05 に最初のお金をかけたものが初稿になります。だから 1.0 にさっき最初のお金 X、まあ、積み立てるお金ね X だったからこうなる、つまりここは 1.05 消すでござる待ってね、1.05 に今回は20万こっちかって決まってるから、その20万をかけます。でこれ計算するとこれ21万になるよね。これが初稿です。 5% だから 1.05 に積み立てる、そのお金をかければいいと。で公費に関してはもうその 1.05 です。今回 5% だからね、 7% やったら 1.07 になる。なのでこれ 1.05で、基本的にかなりの応用問題なければこうなります。で、あとは、もう和を求めていく。いいね。で、なんでこうなるのかっていうのはさっきの説明でちょっとね、省略させてください。2番に関しては。なので、SN イコール、まあ、公費がね、1.05、1より大きいので、また R-1 の方。1.05、-1、これ絶対詰めたらあかんね。で、A が21万。わっしょいだね。で、中括弧にして R1.05 の N 乗だから7乗引く1と。で、あとはこれを頑張ります。はい。で、ひとまずちょっとまとめようか。ここ、下が 0.05 になりますね。で、21万。がいて、ここ 1.05 の7乗ね書いてくれてるから、こっから1を引くと 0.4071 が残ります。でもうこれはね正直上をさ掛け算して 0.05 割るっていう筆算しても全然構わないんですけど、ちょっと楽をしてもいいですか。まずですね、上を掛け算するときに0 4つ分ありますってことは小数点4つ動かせるんですよ。だからここを消して小数点4つ動かします。こうやってそうすると上が 21×4071 になると。で下が 0.05 なので、まあ、これどうしようかな、こっちでいいか。これねこんなことしなくていいんだけど本当は。ここ2個動かします。5にしたいから、小数嫌なんでね。その時上も2個動かせばいいので、まあ、これ4071でしょ。こっち0上げるか、さっき消しちゃったんだけどね。2100ってなるから、結局下が5でしょ。で5と2100を約分して420か。で400もね、下1になったからもう消えてしまったので、420×4071 の筆算1個だけすれば OK かな、大丈夫ねと思います。でそうするとこれが、これちょっと見ますね。
170万飛んで9820かな、こうなる。で今回は1枚未満切り捨てです。1枚もここですね、切り捨てになるので、これ書いたら小数で見えるかやめとこうね。ここが万だから、こっからこっちが切り捨てね、あげちゃダメなんだよ、捨てるからここはなくなるんで、答えはまあこの書き方でいいかな、170万円と、こういう風になります。ちょっとここからこの計算完全に自分の好きな方にやってしまったんで、近接やってください、普通にね、申し訳ない。まあ、これが複利計算で、まあ、有名なパターンの問題ですね。こんな感じでやってもらえたらと思います。では今回は高校数学数 B の複利計算についてお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回から、最初にもね話しましたが、シグマっていうあるなんか記号ですねについてやってきます。でこれはすごい重要な記号になって、まあ、またシリーズで取っていくんですけど、まあ、それが始まっていきますので、もしよかったらね、次回の方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。